次に赤嶺政権君,君日本共産党の赤嶺政権です。私たちは憲法審査会は動かすべきではないという立場です。憲法審査会は憲法改正原案を発議し、審査することを任務としています。ここでの議論は、改憲原案をすり合わせ、発議へと向かうことにつながります。安倍政権の7年8ヶ月 安倍首相は自ら主導して期限を区切って、改憲項目を提示し、国会に改憲議論を進めるよう煽りました。しかし、憲法改正すべきだという世論は多数にはなっていません。安倍首相自身が国民的な世論は十分に盛り上がらなかったのは事実だと認めています。この民意を真摯に受け止めるべきです。ところが、菅首相は安倍政権を継承するとし、 憲法改正についても引き続き挑戦すると述べました。そのもとで自民党は憲法改正推進本部に憲法改正原案基礎委員会を設置し、改憲原案を年内に策定、討議決定し、憲法審査会に上呈するとしています。審査会での議論を改憲案の発議につなげようというものであり、看過できません。国民の多くが改憲を望んでいないもとで、 会見の議論をするべきでないということを改めて指摘しておきたいと思います次に憲法改正国民投票法について意見を述べます前回指摘したように現行の国民投票法は2007年に与党が採決を強行した結果多くの問題が取り残されたままの欠陥法となっています例えば 現行法は最低投票率を規定しておらず、有効投票数の過半数の賛成票で改正できるとしています。これでは有権者の2割台、1割台の賛成しかなくても、改憲案が通ってしまいます。とても国民の意思,に意思を反映したものとは言えません。憲法改正広報協議会のあり方も問題です。協議議会会ののの委員員は各会派の所属議員数の 比率により割り当てられるため賛成派の議員が多数を占め反対派の意見は十分に広報されないのではないかという問題点が指摘されていますコマーシャルの問題についても当初から資金力の方に左右されるのではないかという指摘が相次いでいましたがいまだに十分な検討はされていません国民党用法については これら根本的な問題について、まず議論するのが当然ではありませんか。これらの課題を棚上げして、与党提出の改選法並びの7項目の案を一方的に成立させようというのは認められません。法案というのであれば、野党の中から出ている案を並行して、慎重に審議すべきです。最後に指摘しておきたいのは、今求められているのは、 憲法を守り生かす議論だということです菅首相が日本学術会議が推薦した会員候補6名の任命を拒否したことに対し600を超える学術団体が任命拒否の撤回を求める声明を出しましたこの違憲違法なやり方に対する批判は学術会にとどまらず文化芸術団体労働組合放送宗教団体市民団体へと広がっています この批判を真摯に受け止め、任命拒否を撤回すべきです。憲法で保障された基本的人権を蹂躙する政治を正し、現実に生かすための憲法議論こそ必要だと述べて発言を終わります。